短く抑えられないです絶対 <laughs> <う>好きなところはたくさんあります思うことと行動がどっちも伴ってる人 <laughs> 時間をやってもらえるっていう話を聞いた時にめちゃくちゃ嬉しかったお互いの好きなところ二つ教えてください,い<や>ではじゃあ斉藤潤 <laughs> さんからいきますか、えー、じゃあ綾野さんの好きなところ二つ教えてください,い,やいや短く抑えられないです絶対や <laughs> ろ<う> <laughs> でも、本当にいっぱいあってでもその好きなところっていうのは本当にたくさんあるんですけれども、うん、まあ、でもこう恥ずかしいです、ね、えっと大きく挙げるとしたらあの、まあ、こうや優しい、かっこいいだったりでそこを枝分かれしてこうなんかあのインタビューでのこの言葉選びがもう毎回聞いてて感動するだったりとかもうこういうことばっかなんですよ。<laughs> だからあの あの短く言葉にはできないんですけれども好きなところはたくさんあります。ありがとうございます、うん、<laughs> 大きく言うと優しいいいかっこいいですねじゃあ綾野さんはどのワードが2つ一応ですよたくさんあると思いますけどうんそうですね。 まあ僕もあのもちろんたくさんあるんですけどなんかその人とのこう距離感の中にやっぱりんんって必ず相手に対すするるリスペクトがあるんですよねでそれってその僕がその年齢の時にそのリスペクトの,このニュアンスみたいなことを体感できてたかって言ったらできてなくて。 でそのリスペクトしてるっていうことを思うことと行動がどっちも伴ってる人なんかその2つが本当に素晴らしいなと思っていてうん現場でもそうですしこうやっていろんな舞台挨拶を経っていく中で彼の成長をこう何て言うんですかね一番近いところで見ていたつもりがこういつの間にか どん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 違ったリスペクトの仕方思い方っていうのを毎回毎回更新していってる姿に感動しますし個人的にヒコロヒーさんに関してもあるのが全く同時ない <laughs> そな,なさとやっぱ一本線スコンって通ってるっていうそれはなんかあの番組とか拝見させてもらっている中で。 ずっと感じてたので今回自分のおかんをやってもらえるっていう話を聞いたときにめちゃくちゃ嬉しかったので<お>今日こういうふうな形でねお会いできて改めて嬉しいですありがとうございますがいます。私まで言っていただいてありがとうございます